今から先っていうのは、この何作ればいいですかの時に、この高く売れるものを探そうとすると、もういろいろ大変なことになります。だから今から先は3つのことを頭に入れて考えていただきたい。まず1つ目が、安く作れるものを作る。いいですか。安く作れる、例えばもう、全然経費がかからない、っていうものを作るっていう考え方が1つありますよね。そして2つ目が、手間がかからないものを作る。さあ、そうですよね。いくら、経費がかからなくても、人件費がやたらとかかっても、手間ばっかりかかったらもうどうしようもないですよね、ですから手間のかからないものを作る。そして3つ目がこちら、ご注文いただいたものを作る。わかりますか。ご注文いただいたもの、つまり特定のお客様、取引先さんから、こういったものが欲しいんだけど、こういうものを作ってくれないっていうものを作るっていうように、これからのマーケティングっていうのは、高く売れるものを狙う昭和平成の農業ではなくて、こういういかに安く作れるか、いかに手間がかからないか、いかにご注文をいただくかっていうのがポイントになるんですよ。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ、今日も始めてまいりましょう。若手農業者のための農業ビジネス講座。今回もですね、ご質問ご相談をいただいておりますので、そちらにお答えする形で、今日進めていきたいと思います。今回ですね、ご質問いただいている内容はこういった内容ですね。ちょっと待ってください。はい。はじめまして。就農8年目で野菜を中心に生産しています。2年後に拠点となる地域の補助整備が行われます。補助整備後、ハウスを増設するか、現状ハウスと露地野菜拡大で広げていくか迷っています。またハウスを増設した際に栽培する品目もどうするか決めかねています。現在はトマトを少しやっているということです。アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします、というようなご相談をいただきました。ご質問いただいた方、ありがとうございます。このようにですね、今私ノーテラスというホームページの方でですね、メールフォームがありますので、そちらの方から、ご質問ご相談の内容を受けてもらっております。もちろん無料です。で、そういうふうにご質問いただくと、こちらでは名前、もしくは生産地、そういったものは、伏せて、ご相談内容だけを皆さん方で共有させていただこうと思っています。ぜひ皆さん方もどんどんとご質問いただければと思っています。はい、じゃあ今回のご相談、ちょっと整理していきましょう。ご相談内容です。就農8年目で野菜中心の経営をしていらっしゃるということで、2年後補助整備、おそらく農地を基盤整備されることだろうと思います。でそれにあたって、ハウスをどんどん増設するような、事業展開にしていった方がいいのか、もしくは、今ハウスを少し持ってらっしゃる、でその露地栽培というような、今のやり方のまま進めた方がいいのかというような、ご質問でした。またもう一つ、じゃあ仮にハウスをこう増設していった場合、栽培する品目をどうしたらいいでしょうかというような、今回は大きく、2つのご質問をいただいたと思っています。でその2つのご質問に対して、お答えをしていきたいと思います。まずですね、こういったご質問というのは、今回あえて、いくつかご質問がある中で、あえて、この公開というか皆さん方で共有させていただきたいんですけども、実はこの、どうすればよいでしょうか、これもたくさん今若手農業者、新規農業者、これ悩んでるんですよね。でこのどうすればよいでしょうかっていうことの、裏側にはですね、こちら、これからの農業どうなるのっていうのが、あると思うんですよね。だから未来予測、ここに書いてありますけど、先をどんなふうに読むか、でそうすることによって、拡張すべきなのか現状維持なのか、いろいろね、お金の使い方、時間の使い方、労力の使い方あると思うんです。でそこが皆さん今悩みどころだと思います。ですから、今回その件に関してちょっとお答えしたいと思います。はい、じゃあまず、大きく今回の問題2つに分けます。1つは、こちら、ハウス、基盤整備を機に、拡張路線、ハウスをどんどん建てていく拡張路線、いやいや、もしくは自分はもう今のスタイルでいいんだっていう、現状路線と大きく2つあると思います。これは経営判断の問題です。ですから、そのに関しての問題を、今からみんなで考えていきましょう。そして2つ目、仮に
じゃあ、今ハウスが、まあ、10R としましょう。でこの 10R を 30R、40R と増やしていった場合、じゃあ今トマトを作ってると仮定しましょう。でこのトマトをそのまんま 30R、40R で増やしていった方がいいのか、はたまた違う農産物を増やしていった方がいいのかっていうように、栽培品目をどうしたらいいのかっていう、実はこちらはマーケティングの問題なんですね。はい。ですから今回ご質問いただいたこの方にお答えするときに、2つ、まず1つ目は経営判断の問題、そして2つ目はこのマーケティングの問題、分けて解説をさせていただきたいと思います。はい。じゃあ、まあ早速1番目のこの経営判断の問題、補助整備後を拡張すべきかどうか、これは今冒頭でお話したさせていただいた通り、これから農業どうなるのっていうのが大きく関わってきます。例えばですけど、まあ、今、こちらのご質問で年齢は書いてなかったんですけども、おそらく就農8年目ということで、まあ、28歳から、もしくは30歳ぐらいで就農されてるんであれば今も40歳ぐらいですから、まあ、28歳から40歳ぐらいの方じゃないだろうかと予測しています。でそうなってくると、これからの戦略っていうのは20年ぐらい影響しますので、20年後の社会を考えなければいけない、であれば今2020年ですから、この2040年の時にどういう状況になっているのか、ここをある程度もう未来予測をねするということになります。ですから今28歳の方であれば48歳になってますし、今40歳の方であれば60歳で、私今もう51なんでもう71ぐらいになってますよね、でじゃあ時代がどんなふうになるんだ、もういろいろ見方あります。例えば、もうその頃には全部 AI 化されてるんじゃないのだったり、いやいやもうその頃人口爆発で、世界中食糧なんだから農業やってるともうめっちゃ儲かるらしいぜだったり、いやいやそんなことあるわけないよ、もう今からもどんどんグローバル社会が進んで日本国内で生産するよりも輸入した方が、安くて便利じゃんっていうようになって、もう日本の農業終われるんじゃないのなんて、もういろんな見方があるんですね。でじゃあ結果どうなるのかと正直言いまして、もう私にもわからないです。そんな20年先の未来なんてもう到底わからない。ただ、まあその時その時で時代が少しずつ変化していくのだけはわかりますよね。ですからこのどうすればいいでしょうか、これからの農業どうなるんでしょうかって、これ非常にわからないし、まあ、誰にもですねわからない問題だからこそ皆さんが悩んでるんだと思います。じゃあそこでこの私なりの答えなんですけれども、まあ、よくこういうコンサルティングや、カウンセリングの話になった時に、あなたはどうしたいんですかなんてよく聞かれると思うんですよね。じゃあ私はちょっとどうやっていいかわからないから聞いてるんですよっていうことだろうと思うんですけれども、まあ、結果的にちょっとそういうニュアンスの答えになっちゃって、なっちゃいます。申し訳ないんですけども、まあ、例えばですけれども、いろいろこういうふうに次のことを考えられている方の中にタイプ分けとして3つのタイプがあるんですね。1つは、もうどうしていいかも分かんないよっていう、こう割とまあ優柔不断なタイプの方っていらっしゃいます。そして2番目は、なんかやりたい、なんか行動したいっていうちょっとアクティブな方もいらっしゃいます。攻めたい、行動したい。そして3つ目は、この変化を好まない、どっちからというと保守的な、あまりチャレンジするのが苦手な方がいらっしゃいます。ですからこのご質問いただいた方はどうでしょう、この3つのタイプ、どのタイプでしょうか。でおそらくですけど、まだお会いしたこともないし、面識がない方なんですけど、まあ、今動画をご覧いただいている方もそうだと思います。おそらくこの動画を見てくださったりご質問いただく方っていうのは、おそらくですけどちょっと前に進もうという、この割と攻めたい、行動したいっていうタイプじゃないだろうかっていうふうに予測してるんですね。まあ、そもそも、守りたいとか変化を好まない方っていうのは、あまりこういうふうに、ビジネス講座とかを、受講したり、動画を見たりとか多分されないと思うんですよね。でもう一つはこの優柔不断な方も結構いらっしゃいます。これ優柔不断って言葉が悪く聞こえるかもしれないんですけども、よく言うとフットワークが軽い、右にも左にも行けるよっていう方ですね。いわゆる準備型です。こっち守り型、こっちは攻め型ですね。ですからまずご自身がどのタイプかで、答えは分かれてくると思います。例えばですけれど、この分からない優柔不断タイプの方であるならば、いわゆる変化に対応するようにもう土作りをしっかりして、まあ投資もあまりせずにいつでも動けるようにじっとする、でいつでも売って出れるようにお金を貯めておくとか、いわゆる準備型ですね。ところが攻めたいっていう方、まあ、おそらく、私の動画を見てくださってる方って割とこのタイプの方は結構多いんですよね。こういう方は
まあちょっと語弊ありますけど、もうやめた方がいいよ、今もうそんなことするべきじゃないよって言ったところでやりますやるんです。私もそういうタイプです。いやもう今から景気悪くなるからやめた方がいいよって言って、やっぱり攻めたい人はやっぱ攻めるんです。一方この守りたい人はですね、もう私がどれだけ今からこれ作ったら儲かるよ、もうこれやった方がいいよってどれだけ言っても動きません。守りたい人、変化を好まないからですね。ですから、まあ、今まで、まあ、たくさんの方々のご質問をねいただいたりご相談に乗ってきたんですけれども、まあまあ、私がいろんなことを提案したところで、やる人は私が言わなくてもやるどん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 ハウスを増やしていきます、うん、そして、守りたいっていうキャラクターの方はどれだけ私がやってもやらない。これはもうそういうふうにもタイプが分かれてるんですね。じゃあ山下お前はどう思うんだってことになるんですけども、私に聞かれれば私はもうこれしか言いませんから、攻めなさいしか言いませんから、ま、守りなさいはめったに言わないです。まあ、守りこそ最大の防御みたいな、攻めこそ最大の防御なんていう言葉が好きですから、基本的にはあもう絶対増設した方がいいですよと、どんな時代になろうと もう絶対攻めた方がいいですっていうのがもう私の、答えです。はい。そして、じゃあ次の課題に行くんですけど、次はじゃあ分かりましたと、経営判断で、今よりもこの基盤整備補助整備を機に増設しましょうと。で増設した時にじゃあそところでこの栽培する品目どうしたらいいですかって、これ冒頭でお話したとおり、これマーケティングの問題です。マーケティングの問題で、要は広げるのはいいんだけど何作ったがいいですかで、こういうふうになるんですけれども、ここをですね、一回整理していきたいんですけど、このマーケティングの問題のことを、何を作ればいいんですかっていうこの言葉の裏側にですね、こういうことが隠れてるんです。高く売れるものとか稼げるもの、利益が出るもの、いわゆる儲かるものを栽培するにはっていうふうに、この言葉っていうのが結構やっぱ隠れてるんですよね。それはそうですよね。いや儲からないものの品目を作りたいんですけどとか、利益が出なくてもいいから何か作りたいんですけど、基本的にない。何か何よりどうすればいいでしょうかっていうのも未来の話、そして何栽培したらいいですかっていうのはこの高く売りたい、稼ぎたい、利益を出したいっていうふうな、まあ、話になると思うんですね、うん、ところが、うん、ここをぜひもう一回ちょっと、これはまあね脳を耕す講座ですので一回頭脳を整理したいんですけれども、この高く売れるっていうのを一回頭から外さなきゃいけないんです。このマーケティングの時に高く売るためには、稼ぐためには、利益を出すためには、いやでも高く売るため利益を出すために栽培するわけだから、それを頭から外すって、えどういうことなのって思われると思うんですよね。で例えばなんですけど、じゃあ私が、あじゃあなんとかさん、今キャベツがめっちゃ高いからキャベツ作った方がいいですよって、私が高いものを売りたいんだったら、今キャベツが高いからキャベツどうですかって言います。じゃあ分かりましたって言って、その方がキャベツ作ります。でもキャベツが高いのはたまたま今需要と供給のバランスで、供給量いわゆる出荷量が少ないから高いわけでしょ、需要に対して。でやがてキャベツの量が、生産がこう増えてきたならば、当然価格は下がるわけですよ。ですよね。ですから高いものを狙ったところで、やっぱ需要と供給のバランスで結局は崩れてしまう。ですからここで栽培する品目どうしたらいいですか、あれがいいですよ、これがいいですよって一緒なんです。でまた例の2つ目、例えばじゃあ今度はこちらですね。じゃあ芽キャベツ、山下さん変わったやつ作ったらいいんじゃないですか、芽キャベツとかまだ珍しいじゃないですか、じゃあ芽キャベツ作ったら儲かるかもしれませんね、ね、っていうふうに僕がここで提案したとします。確かにまだ物珍しくて、引き合いが多くて値段が高いかもしれない。だけども、あいつ芽キャベツ作って儲かってるらしいぜと思ったら、みんな真似するわけですよね。で真似することによって、需要よりも供給量多くなると、やっぱり価格は暴落してしまう、うん、でも全く同じように、今なんか、外食産業で、レストランとか赤キャベツめっちゃ使ってるらしいよ、これから赤キャベツの需要めちゃくちゃ伸びるんじゃないのなんて言ったところで、当然供給量が増えすぎれば価格は下がるし、まして飲食業なんて、まあ、なんて言ってたらあれですけど、今のご時世ね、飲食業ってものすごく景気悪くて、バンバン今からね潰れていくことになるわけですよね。でそうなってくると、じゃあ我々農業者って何作ればいいのってことになるんです。でそこで結論を言うと、
今から先っていうのはこの何作ればいいですかの時にこの高く売れるものを探そうとするともういろいろ大変なことになります。だから今から先は3つのことを頭に入れて考えていただきたい。まず1つ目が安く作れるものを作る。いいですか？安く作れる。例えばもう、全然経費がかからない、っていうものを作るという考え方が1つありますよね。そして2つ目が手間がかからないものを作る。さあそうですよね。いくら、経費がかからなくても人件費がやたらとかかっても手間ばっかりかかったらもうどうしようもないですよね、ですから手間のかからないものを作る。そして3つ目がこちら、ご注文いただいたものを作る。わかりますか？ご注文いただいたもの、つまり特定のお客様、取引先さんからこういったものが欲しいんだけどこういうものを作ってくれないっていうものを作るっていうように、これからのマーケティングっていうのは高く売れるものを狙う昭和平成の農業ではなくて、こういういかに安く作れるか、いかに手間がかからないか、いかにご注文をいただくかっていうのがポイントになるんですよ。はい、そこでここまでよろしいですか？そこでじゃあ安く作れるもの、手間がかからないものを作るためにはどうすればいいですかってなるんです。で、今度はこの話は今度はマーケティング、間違えました、マネジメント管理の話になるんです。これは管理、いかに経費をかけないで済むのか、いかに人件費をかけないで済むか、いわゆる経費コストを管理したり、人件費、労務費っていうものを管理したりっていう、このマネジメント管理の仕方の話になるんですよ。よろしいですか？ですからこの2つをやりたければマネジメントを今からしっかりと学ばなきゃいけないし、今度はマネジメントについてお教えします。一方、じゃあご注文をいただくものを作る、じゃあご注文はどうやったらいただけるんですかってことになりますよね。で、それは今度マーケットの話になるんですよ。マーケティングの話になるんですよ。マーケットを学ぶ、マーケティングを学ぶって話になるんですよ。よろしいですか？ということで、マーケティングを学ぶことがをしないとご注文をいただけるような人にはならないんです。もうどんどんなんか分かんなくなってきましたでしょ高いものは作る、高いものを狙うんじゃないよ、ね、3つあるんだよ、これから先ものを作るときに考えなきゃいけないこと、そしたらこの3つで、そのうちの2つはマネジメントっていうことを、管理を学ばなきゃいけないし、ご注文いただけるものを作るためにはマーケティングを学ばなきゃいけないんだよっていうことになるんですよ。はい、なんかちょっと難しい話になっちゃいましたけれども、そのくらい今農業で我々、今回は就農8年目の若手農業者の方がどうすればよいでしょうかって、もこれ本当皆さん迷ってるし、皆さん悩んでるんですよね。で、大概悩んでるのは経営判断の問題とこのマーケティングの問題なんです。で、このマーケティングの問題を掘り下げていくと、このマネジメントの問題とかになってくるんです。ちょっとカタカナばっかり、横文字ばっかり出てきて申し訳ないんだけど、そういうふうになってるんです。で、ここが意味は皆さんごちゃごちゃになってるから、ただぼやっとなんか迷っちゃうんですよ、はい、ということで、じゃあ今度マーケティングの、じゃあどうやったらご注文いただけるものを作る、いわゆるご注文いただけるようになりますかってことなんですけど、今度はこれはこれでものすごくそう簡単に A が B で C でというような話にはなりませんので、このマーケティングに関することにご興味があるのであれば、ここ、5月の23日この YouTube で、19時これ夜やります。19時にオンラインでライブ配信をします。この稼げる農業マーケティングとはっていうことで、農業マーケティングについてちょっと詳しく説明をいたします。で、さらには実は、農業ビジネスのオンラインスクールというのをやってまして、これ6月の20日から毎週土曜日、またオンラインで、これちょっと有料になるんですけれども、ずっとマーケティングが学ぶことができますので、ぜひそちらの方もですね、ご興味関心、学び事をやろうと思われるのであれば、そちらの方もご活用いただければと思っています。はい、ということで今回はですね、ご質問いただいた内容からですね、どうすればいいんでしょうか、経営が大事だよ、もしくはマーケティングが大事だよっていうような2つの問題について解説をさせていただきました。
まあ、ご質問いただいた方にはですね、まあ、意を尽くした、まあ、お答えになってなかったかもしれませんけど、また、個別にメールをください。細かいところの具体的な話はですね、まあ、もしくはオンラインの無料相談というのもやってますので、そちらを活用してですね、詳しい個人的な今ちょっと全体的な話をしましたので、個人的な相談等にも、ご対応させていただきますので、ぜひ、またメールの方をいただければと思っています。はい、ということで今回は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ノーテラスチャンネルを最後までご覧いただきありがとうございます。脳は耕されましたか。もっと学びたい、もっと勉強したいという方のためにメルマガの方を毎週発行しております。もっと脳を耕して、そして成功する農業者になりましょう。詳しくは脳ビジで検索してください。一緒に脳を耕しましょう。